こんにちは。こんにちは。今回はですね、以前発表した知財&紅子の認知拡大映画制作プロジェクトの件で、その映画に出演いただく女優の原田さんにインタビューしたいと思います。よろしくお願いします。原田さんの舞台に最近を見に行かせていただきまして、皆さんで見に来てくれて、はい、はい、いやすごかったですね。かっこよかったですね、はい、めちゃくちゃかっこよくて、はい、原田さんの演技も素敵で、あ、珍しく全然戦わない人、はい、姫の役だったんですけど、はい、刀じゃなくね、なんかあの、はい、桜のこうエフェクトをやると、ね、桜がパーンって飛んでくっていう、そう、CG を駆使した魔法みたいなの使ってました、はいはい、なので原田さんの舞台ですね、はい、次あったらぜひとも皆さんも見ていただきたいと思います。はい、じゃあ原田さん、はい、簡単に自己紹介していただいてもよろしいですか。自己紹介、はい、はい、剣盾集団刀屋一という侍パフォーマンスチームの副代表をしております、はい、春菜です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でその女優としての活動っていうのはどういったことをされてるんですか。最近は主に舞台が多くて、はい、まあ、今のコロナ禍なので、うん、結構映像の方も増えていて、あ、なるほどですね、去年は結構あの映画に出させていただきました、ね、お、はい、うん、じゃあ結構幅広く活動されてるみたいな。そうですね、ありがたいことに、はい、であとまあその盾が得意ということで、はいはい、今日も僕この後盾を教えてなんか、はい、簡単な動きを教えてもらうんですけども、はいはい、それも楽しみです。はい、ありがとうございます。それも動画で上がるんですね、 YouTube の。そうです。お、楽しみですね、はい、そちらもぜひご覧いただければと思います。はい、まあ、続いて質問なんですけども、はい、原田さんその前回作の衣装権&著作権 VS パクリーマンに出ていただきましたけども、はいはい、あの時の感想っていかがですか。あ、もうなんかすごい楽しかったです。あ、そうですか。ありがとうございます。どの辺が。いや、なんか、はい、まずあの ロケをした時がすごいダムで撮影で、はいはい、ドローンで撮影をするっていう、はいはい、なんか新しい感じで、はい、ワンカットなんですね。そうなんですね。そうですね。そう、はい、ワンカットがすごくて、うん、またその撮ってる姿のこの監督とカメラマンとの姿があのオフショットとかでぜひ見てほしいです。見てほしいです。すごい可愛いんですよ。そうなんですね。あれでも難しいですよね。難しいですね。しかもワンカットの大変さってあんまり見てる人には分かんないと思ってて、うん、あれって役者さんの動きとドローンの動きがどっかどちらかがね、一個でも間違えたら最初からやり直す。そうなんですよ。これがワンカットの難しさなんですよ、うん、だからすごい難しいことですね、春菜さんにはやっていただいたっていうね。いやー、でもすごい面白かったです。いやー、よかった、本当に。いや、そうなんですよね。ね、でやっぱりその、お二人の、剣士お二人の動きっていうのが、やっぱ噛み合ってたからこそ、あれできたっていうのが、間違いないですね。間違いないです。相棒がね、相棒があの、はい、川淵香織ちゃんなんですけど、うん、はい、もうあのずっと仲良くさせていただいている剣士を呼びまして、はい、著作権の達人と、衣装権の達人という、はい、もうそのフレーズで面白いですよね。なさいね。ってなりますよね。なさい、その2人が全然合わなかったら、ドローン合わせることできないから、そうなんですよね。本当に安心感ありましたね。ありましたね。あとドローンさえうまくいきゃ大丈夫だっていうね。そうなんですよ。ね、4カ所ぐらい同時に動く見てないといけないから、うん、お二人の動きはほぼ心配する必要なかったです、うん、あ、そうそうそう。はい、だからそういう意味ですごい楽でした ね。助かりました、はい、本当に。楽しい撮影でした。うん、はい、まあ、ということで次回作ですね、はい、映画に出ていただくということなんですけども、はいはい、まあ、その映画のイメージっていうのが視聴者の方でまだあまりわからない方もいらっしゃると思いますんで、はい、あの我々が簡単に作った紹介動画、うんうんうん、はい、そちらをまずご覧いただければと思います、はい、はい、それではご覧ください。権利奥義、商標権利奥義、衣装権利奥義、著作権利奥動画をご覧いただきありがとうございます。今回制作する作品は映画上映、 YouTube200 万回再生、海外展開を目標にして大規模に行っていきます。
知財を映画の題材にするという未だかつてない試みに加えて、剣、アクション、ドローンなどを駆使したり、それから笑いあり、涙あり、感動あり、さらには学びありといった要素を取り入れることで、知財のことを知っている人でも知らない人でも楽しんでいただける最高の作品にしていきます。ご支援のほどどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで、なんとなくですね、はい、今回の映画の内容がイメージついたと思うんですけども、はい、その動画の中でクラウドファンディングの話っていうのがあったと思うんですが、はい、今の我々クラウドファンディングを準備してね、はい、内容を詰めてきたんですけども、はい、でその中でですね、なんとすごい特典がありまして、はい、こちらにいる春菜さんとこう一緒にエキストラというような形で、うん、まあ、映る権利があるんですね、うん、はい、はい、でその我々その撮影アクアビレッジというキャンプ場を1泊2日でもう何十人という人数で貸し切って、うん、でしかも1泊2日で、はいはい、で撮影とかだけではなくてその食事とかのお酒とか、うんうん、まあ、そういったものも一緒にこう 楽しめる、はい、楽しめる機会もあるということですね、うんうん、すごいですね。みんなでキャンプできるってやつそうなんですよ、そうなんですよ、こんなことないっすよね、ないっすよね、撮影だけならまだしも、うん、そう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 、島行く1泊2日、はいはい、楽しい要素ばっかりじゃないですか。そうなんです ね、すごいこと考えたなと思ってそう、やっぱり参加していただく方に価値あるものにしたいと思って、そうですね、そう、なんか何時間か撮影してさよならだけでちょっとなんか、ね、そうですね、もったいない気がするんで、うん、こう一夜を過ごすっていうところにすごい価値があるんじゃないかな。いやー、めっちゃわかります、それは、はい、なのでいろんな方、役者さんともあのご一緒できるので、この機会をぜひともお見逃しなく、はい、お願いします。そういう要素が大事なのでもう一回行くので、ぜひとも大事なので、あえてぜひとも、はい、お願いします、はい、お願いします。で、まあ、じゃあ春菜さん、今回、まあ、ちょっとなかなかない機会なのかなと思うんですけども、はい、その1泊2日でキャンプ場を貸し切って、うん、大人数でこう撮影をして、うん、でしかも2日でこう撮影を終えるみたいな、うん、でドローンも使ってみたいな、2日ってすごいですよね、はい、こういうのって経験ありますか？まあ、あのエキストラさんはなく、そのキャストの人だけで山の中で、はい、何泊したんだ、うん、あ、でもあの泊まったのはホテルだったんですけど、結構長い間、毎日群馬の山奥にみんなで登り、撮影して日が暮れたら下るっていう、それはきついですね、そうですね、結構頂上まで行くの大変で、そういうのや去年ちょうど撮影していて、なるほど、そうそう、まあ、でも楽しかったですよ。なので、ね、無人島なんですよね、はい、そう、無人島で一泊で、しかもドローンで、はい、これもワンカットなんですか？ワンカットも入れないですね。ワンカットっぽいものも入ってくるってことなんで、うんうん、はい、まあ、あまりない経験ができると思います、うん、皆さん、はい、はい、ありがとうございます、はい、まあ、僕もそんな経験全くないというか、まあ、まあ、そもそも映画撮影自体僕が初めてるんで、ね、そうですね、はい、楽しみですね、はい、なのですごい全てが新鮮で、僕自身ものすごい楽しみなので、はい、ぜひとも、まあ、春菜さんと監督と皆さんと楽しめたらなと思ってますね。はい、お願いします。はるさん、ちなみに、まあ、今回 その出演以来、まあ、2回目ということで受けてどうでした？次はどんな奥義を出すんだろうって思ってましたYouTube であのご覧になった方は分かると思うんですけど、はい、私著作権の達人の役で、はいはいはい、奥義がすごい面白かったです奥義がね、謎ですよね、見ていただいたら分かると思うんですけど、春菜さんの動きはかっこいいのに奥義がチューブそこがいいんですよね。そうなんですね、めちゃくちゃ奥義が面白かったんで、うん、はい、今度何出すのかなって思ってます。あ、ありがとうございます、はいはい、そうですね、今回いろんな奥義がもっと出てくるんで、ね、そうですね、パワーアップした奥義が出てくるんで、何出すんだろうあの台本もまあ大体できてきたんで、うん、あ、すごい重要な役だからね、重要な役らしいです、はい、楽しみにしていただければと思います。ちなみに今回その知的財産権ということで、そのメインの題材が謎に知的財産というものなんですけども、うん、まあ、その知的財産に対するイメージってどういうものがありますか？知的財産って言われてピンとくるものが、自分が演じてたその著作権は結構私たちも、うん、使うというか、その目にする機会が多い写真だったり、はいはい、なんかこう曲だったりとか、全部こう著作権で守られてるわけですよね。そうですね。なのでその舞台とかで使用する時もちゃんと申請をしないと使えなかったりとか、あ、なんかそういうので
パッと私は思い浮かぶのは著作権なんですけど、この女の子、周りの友達に知的財産で知ってるって言ったら、ほぼほぼ何それって言われて、やっぱりそうなんですね。そうなんですよ。あんまりこう普段そういう仕事に関わってないと、あんまりこうピンとこないのかなと思って、うん、あで、あとは特許とかでしたっけ、はいはいはい、とかね、あの香里ちゃんが演じた衣装権とか、うん、はいはい、なんかそういうのとかも。なんだろう、こう説明してって言われたらなんだろうって、やっぱ多分普通の人だと、普通の人っていうかね、こう私の周りの人たちは何それって感じだったんですけど、うん、そういうのを面白く分かりやすく説明してくれてる、あの作品だったので、映画はすごい楽しみだなと思っていて。ありがとうございます。そうなんですよね、もうまさにその一般の方々知らないんですけど、でもその著作権なんかまさにこういろんな人というか、もうすべての人に関係するような時代になってきていて、うん、ね、まあ、インターネットで皆さんその SNS で内容を投稿したりするじゃないですか、うん、今言ったようにその写真とか画像とか勝手に使っちゃいけないとか、うん、音楽も勝手に使っちゃいけないとかですね、うん、まあ、いろいろあるんで、まあ、今回の映画は大きいですね、まあ、そのいろんな知的財産の種類出てくるんで、特許、商標、衣装、著作権って、うん、でそれぞれまあ何なのか、まあ、簡単にでもこう理解していただけたらなと思ってまして、うん、はい、それをこう、なんでしょう、ね、まあ、ネタっぽくとか、うん、あと、まあ、その感動の要素とか、泣きの要素とか、そういったものを入れて、うん、理解してもらいたいなと思ってるんですよね。うん、浅くてもいいから、知っとくだけでなんかでかいですね。そうですね、はい、はい、あ。なんとなくこういうのあったな、みたいな、うん、頭の片隅でもあると全然違うんで、うん、はい、でまあ、仮に知的財産、興味ない、全く興味ない人でも、やっぱりそのアクションとか、うん、その剣とか、ドローンとか、まあ、そういった要素でこう楽しんでいただけると思いますので、うん、はい、はい、まあ、ついでにというぐらいでもいいので、うん、はい、知っていただけたらなと思ってます。はい、はい、そんな形でこう映画を撮っていくわけなんですけども、じゃ最後に春田さん、はい、方に意気込みをお願いしてもいいですか。意気込み、はい、いや本当無人島での撮影って初めてなのでどんな場所なんだろうって今想像しかできないんだけど、うん、まあ、そういう場所とか、うん、そういう特殊なところで撮影するのを楽しみに頑張らせていただきたいと思います。はい、奥義きっと出しますんで、皆さん楽しみにしててください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、まあ、最後にですね、じゃあ春菜さん、あの情報を何かこう概要欄に貼っておきたいと思いますんで、はい、ツイッターとかインスタとかですかね。あ、そうですね、はい、わかりました、はい、じゃあ春菜さんのですね、あの情報をお見逃しなく、はい、あのちゃんとフォローもしてですね、はい、見ようと思いますので、相手ともお願いします。お願いします。はい、それでは春菜さん、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。特許権利奥義、商標権利奥義、衣装権利奥義、著作権利奥義。